はい、じゃあ大晦日じゃねえや、年末だよ KOF、ランダム2on2始めたいと思います。わーわー、ありがとうありがとう。はい、じゃあ始めてください。はい、じゃあ始まりましたね。早稲田式でいきます。さあ最初は、ラーさん対ヤマちゃん。オーダーセレクト。さあキャラはですね、お互いに本キャラかな。初手はジョンフン対アンディ。ああ確かにこれラーさん厳しいって言ってましたね。さあラーもいないとクレームが入る。さあヤマちゃんもこれはキャラ合わせしたのかな、どうなんだろうか。遠心当てて無条件ジャンシー高い投げて逃がしたくない。ガキャン大足を刺して、さあここは逃がしてしまうが3割ほど奪う。さあやはりラーさんの言う通りアンディは厳しいのか。初手は山ちゃんが取り、中堅は東堂かすみ。神様の言う通り、確かに。さあ割って入っていくかすみ側ですが、アンディがうまいことしてる。昇竜弾からクナイを当てて強化が刺さる、これは高い。あー痛いけれどもまだいける。白山ジャンプぶっ飛ばしを当てて、しかし投げはバレてる。最後はぶっ飛ばしでフィニッシュ。さあヤーマさんのアンディ乗っている。さあちょっとゲージの心もとないネベスが出てきてしまったが、ここは帯に行きたい。前を当てて勝利していく。前へ、あっと、ここはゲージを払ってアンディを倒す。山崎さん中堅はレオ、両坂崎かな。はい、ここでさあネムレス側、ラーさん側はですね、もうゲージを使いたくないから崖を払っていく。とこうやってね、コーンシップ剣が当たったが、天地を出してしまうとゲージが心もとないからやらなかったかな。何も出なかった可能性もある。さあラーさんは2ゲージ溜まってる。あとさあ昇竜読みの好転だが、ヤマさんは昇竜出してない。1ゲージ払う。神の神、俺に敗北はない。やべえ、実質3人いるな。八千代神もいたら4人で。さあゲージないが、相手はブルーマリン。あっとここでダイナがスカル、高いの取っていき、さあ山さん側もネムスにゲージがないか攻めていく。ここは1ゲージ払う、並ぶ。あっと今どうなったんだ、ごちゃっとしたが、ダイスライス当てて投げる。最後はリアルカウンター。さあヤマさん勝ちましたね。ゲームオーバー。勝った人都度都度ここでなんか一言言ってくシステム今発動されましたんで。あ、嫌なシステムが採用されましたね。
さあそして次に座るはキャップ VS サジ。さあ早くもゼロ回戦からキャップさんが登場。キャラクターはネームレスラクリスケダッシュ。キャラを選ぶ前に相方がラーさんだからこのチームで行こうと。さあキャップさん本気。さあ対するサジさんはサジさんも本キャラですね。霞ケダッシュネームレス白山を通して投げを通していく。おっとすごい先行の橋が当たる。さあサジが押している。鋭いジャンプし刺さるが壊しまではいかない。上は見ていて、さあ殴り合い残り5秒。ダイヤシが刺さる。かすみちゃんのダイヤシすげえ減るね。あのダイヤシ減ってるな。やばい火力が高い。あうまい。しっかり高いのを取ってゲージも貯めていく。本キャラだよ。神の前でサブキャラは許されないって言ってました。さっきさあお互い中堅でジリジリしているが、初手のケダッシュを倒したものの、やはりここでキャプさんが勢いを取り戻している。高い2ゲージ払う。あとちょっとごちゃごちゃしているが、ここはサジが粘りたいが、あとやはりここでダイヤ勝利を当てていく。どこ見てやってんのって冷たいツッコミ入りましたけど。ここで対処に出てきたのはネムレス。ゲージはちょっと足りない感じだが、このまま穏便にクリスを始末できればといったところですかね。コミュニティ登録ありがとうございます。あと上は見ている。前さあキャット側も出ていく。前へ前へ。あーっと D 投げだったかな。リバハイのジャンプシーンに負けてしまう。さあ状況は5分です。あー状況じゃねえ、ゲージは5分ですが、これは危ない。刺さったら死んでしまう。ガキャン払う。あ刺さる。これはあっとしかし出ない。あとガキャン。あーとこれはまだ死なない。あーしかし通してしまう。勝ったのは山サジ。サジサジ噛み合いました。さすがにさすがにさすがに。はい、ルールはですね、ランダム2オン、相方がランダムの2オンになりますね。
あ、なるほど。すげえ。神がかってんなこれ。あ、はい、ワンピー側がワンピー M ダッシュ。さあキャラクターひなこを投入してますね。しかし、ここはベニマルが小足からコンボに行く。体力状況は5分。おそらくこれひなこ側も相当辛い組み合わせだと思うんですが、触れればといったところですね。さあ冷たく、さあひなこを始末していく。あー初期さん、初期さん来た。ショーって書いてあるよほら。なんとかやってるよ。初期さん、初期さん、なんかお祝いとかもらったから。そうもらった、みんなから。だけどあの高い酒が1個あって、で初期飲めないって話をして、うん、矢口さん飲んでもいいですってなったから。じゃあその分、その分だよ。何その分だよ。あの持って帰んないでね。冷てー。はい、で M の K ダッシュが、ベニマルを倒して、中堅の K ダッシュのドキャラ、タケさんの方は、大将に超分岐を置いてますね。なるほど。タイムが押していく。しかしこうめくりが刺さり、投げる。あっと、これはシュート読みのミーツスパイクだったけれども、ガードしている、うん、さあ大将ちょいボンゲ。さあこのキャラを大将に置いているということは自信があるのか。ぶっ飛ば、ぶっ飛ば。さあ視聴客でちゃんとゲージを貯めている。危ない。マリー投げを通して、あ、通り曲げりリバーサーで出していく。壊し読みか。早いジャンプ C が当たり、 K ダッシュを下す。さあこれ出てくる大将はかすみちゃん。かすみちょいってどうなんだろう。そういうのが苦しそうではあるが、なんか見えたよ今。さあ見えなそう。どうなる、残り3割といったところだが、壊し、壊し発動、壊し尺ショーツ一発は当たったが、ハクさん、いやーどうなるこれ。ガキャンで押し返して、尺書発動。あっと当たる。これは逃げ切る。 M ダッシュ倒れる。お怒り、チームメイトからお怒りが出る。大竹さん、すいません。いやいや、カッといてすいません、やばいな。さあここで会場の期待を一身に背負ってヤチが座る。M ダッシュの顔がもう
いい顔してる。いい顔してる。そうですね、無印では割とよくある光景なんですけど、まさかそれが UM になって出てくるとはってことの感じですよね。確かに年末という魔物が潜んでる。これやばい。あと、さあ FC さんの方はイオリ系ダッシュ、ウラロバート、ヤチの方はいつものクーラー系ネームレスですね。はい、これ延長制じゃないので枠取り直します。延長ポイント取られるんでしょ。多分ポイント使っちゃうから、これそう詰めは分からんけど、録画はしてます。なので一応多分この試合が終わるぐらいまではいけると思うんで、これ終わったら枠取り直しましょう。この方向で、はい、さあヤチのクーラー押してますね。ここは1ゲージ払う。許せなかった、許せなかったと。確かに許せない。中堅系ダッシュの同キャラですが、これはヤチ側状態が非常にいい。画面端を追い詰めて投げは抜ける。最後はコパンでフィニッシュ。地上くらいでしたね。ちょっと低すぎて地上で当たっちゃったのかな。あ、ここで大将ウラロバート旋風脚で襲いかかっていく。端から逃がさない方を選択。あー、ちょっと難しくしてしまったが、ウラロバはやはりああいうとこためキャラなので小回りがちょっと難しいですね。一発で払っていく。さあ大様を打ったが、はい、お待たせしました。始めてください。さあこれで決定戦ですね。大将ヤチと大将タケ。なるほど、はい。さあキャラクターベニマル系ダッシュちょい痛い、クーラー系ネムレス。タイさんちょっと変わった構成ですが、これが本キャラなのかな。うわ見てる。さあヤチ怒ったがしっかりガードしてる。うまい、うまい。これはあるよ。無駄して苦笑いしてるこれ。ナルさん、ああそうね。さあしかしここはヤチも受け出して取り返していく。ほぼ無傷で今ベニマル残り2割程度。うまい、どっちもうまかった今。さあワンピーやってたんですね。しかしベニマルは残業していく。ここでベニマルが倒れ、
中堅の軽打主導キャラ。これ大将がちょいっていうところがまたすごいですね。強い、しっかりしてる。確かにここは高いコンボで 5.5 割奪う。さあ出れない。このままちょい出されるとちょっと苦しいが、ここはワンコンも当てて、今のはなんだっけ、ヒートドライブ出したけど愛に化けちゃったですよね。あ、止めた。なるほど、当たらないと思って止めたら波動は入力が生きていて出たという感じですかね。ここで先ほど着地を当てた大反撃、大反撃違うな、何、大金星を取ったチョイボンゲ、大反撃違う、うまい。ヤチはお怒りである。ここは無傷で行きたいが、さすがにどうなの。あとコロコロ出すが壊しが刺さる。ガキャン、ここはやはりゲージを払ってでも生きていたい、うん、使うべきとこ。確かにでネームレスが出てくる。ちょい側ゲージが苦しいが、ここはぶっ飛ばしを当てる。あ、なるほどね、そうなるんだ。苦しい。あーっと出さなかったが当たってしまい、最後はエンディー、ヤチ勝利。ヤチ何、やり込み不足です。ヤチ今日攻めてるね。厳しい、今日攻めてるな。今日攻めてる。やり込みが足んない。アキラくんが試合するまで。あ、なるほど。これ今やってんのがボン、とんかつ、ナスコ、YD、はい、初手ボンさんとナスコさんが試合してます。はい、すいません、アキラです。ボンさん対ナスコさん、ナスコさん、ボンさん今相撲始めてますね。これ相撲されてる側つまんないです。キング、元キング使いの目から見てこの試合どう。この試合、いや、あのキングいけんじゃねえかという話があると思うんですよ。と思うんですが、どう考えてもひなこ有利だと思います。本当に、え、そうでしょう。そうなんだ。え、だってリターン差がひなこは立ってますね。ほら、立ってる方が有利なんですよ。立ってる人が正しいんですから、この世の中は。これはね、でもその一本だからね、参考となる。この裏ロボだったらひなこどう思いますか。いい勝負、いい勝負いい勝負、まあ、どっちがうんちを押し付けるか。あ、先にうんちを押し付けましたね。すごい減る。ボンさん目押し、しっかりこれでダメージ優勢で死ぬ。なんだこれ、強力、火力に詰めてますね。ひなこの調皮ほんといいよな。置き攻め取れるし安定してて、マックスはちょっとあれだけど、1ゲージで置き攻め安定取れるのでかいからね。あー固めてくる、ナスコさん苦しい。キャプさん、この組み合わせはどう思いますか。ハイデルンの方が強いんじゃねえかな。いや、ひなこの方が強いです。そうかな。あー、今の親しいに負けた。なんだよこの。すげえ親しいで潜り込んでくる。すげー減ってる。あー、中の下段、ボンさんが三立てで勝利。なんだこれは、視聴者のことを考えてないですね、このひなこは。実際ね、ワンサイドゲームは喋ることも少ないからね。ロックアップ多分大丈夫と思うけど、これだけ必要。ああ、なるほど。残り5分でもう1試合といただきたい。次に対象同士が試合します。次が、因縁の対決というわけよ。 1P がトンカツさん対 2P
次が YD さん、因縁の対決というわけよ。職人同士の対決、職人ね。今日矢口さんとちょっと話をしてて、 YD さんは、YD さんは何僕が、YD さん本当職人っすねという話をしたところ、いやいやいや、そう、まあ、YD さんやっぱりちょっと認めないわけですよそんなことないよと。そんなことないよ。これ横にいたぐらい。いや、昔もっと YD は職人から作ったからってもっと職人から昔はもっと職人だったからって見たところで、マイタイ、マツヤ、マミガ、マミガは多分やりやすいかなと思う。素早さにもジャンプもいいし、ジャンプ軌道的に技が引っかかりにくいですからね。なんか球持ち相手に全般的にいける気がする。デスペアも引っかかりにくいですね。デスペアも球も前もあるんだよ。増えた今もよくわかんない。よくわかんないな。なんかドブでいいんじゃないかな。こちらは強キャラ使いだからな。おやることは多分なんか打てるからどう飛び落としたのか、ね、持続力はシャンフェイか。あ、でも前もまあノーゲージ強いからな。これ中堅同士だったらシャンフェイの方が消費の分持続力ありそうだけど。おお、アップデートって、あ、いい職人ですね。お、点々狩りちょっと安いが優勢だからね。おお、間に合ってはいないが職人、強引なくぐりから一発でねじ込んで、おお、奥合い、まあ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 職人か職人じゃないか、職人かっこ仮雑だ仮が外れるのかどうかどういう試合なの。だから外野がどうしても職人か職人。あ、うまい、うまいですね。これは職人ですね。素晴らしいですね。いい最後。おっと、2段目だけ重ねる職人。ちょっと荒れ気味ですね。荒れ気味ですが。取り返してるのが YD さん。追いすがる。芸術差があるので。そらが噛み合うの。そう。芸術差があるので。ワンチャンあるっちゃあります、ね。結構ダメージが。お投げ無敵ないんじゃねえのかよと。まだ無敵だったのか。ハイデルン対職人がそんなことを知らなかったのか厳しい。ガイアやばいな。ガイア相当やばい。把握してないだけで怒られちゃってるから。目の前で止まってくる。なんか試合見るといきなり YD さんが有利になりました。これマッチュア対ハイデルン、この組み合わせゲージ差で有利になった。多分マッチュアが一撃ショットですかね、ゲージ半半プラス1で大体入る。組み合わせで次は5分。いや、マッチは、マッチは 5.3 ぐらいまたね渋すぎる。チー投げ、チー投げとからの禁止、禁止、禁止。おおっ、 8B です。一撃画面端に行ったが大事、脱出してここで決めてくる。物理攻撃の太さが出ましたね。空中ムーンストラとか直木さんだけじゃないんですからね、使えるな。マチはちょっとね、ジャンプ強攻撃がね、なんか特殊だから使いにくいところあるね。横しかないから。でここで決定戦でボンさん対 YD さん。はい、ボンさんは裏クリスをチョイス。本格さんが仮になってしまうのか。本格さんは今のところ職人かっこ仮つまり一人しか名乗れないの。結構きつくない。今 YD さんが職人ですから、はい、ここでまたきなこ職人が生まれる可能性もあるんで職人権がどんどん移動してる。あ、画面端で相撲が。これマチはまずいんじゃないのか。お、あ、正解、許された。まず1ゲージが欲しい。まあほぼできたも同然。ああ。嬉しい。きなこのアッパー本当すごい品だよな。うっ、強引だ。えっと、前 B、 直前 B からワンコンボ。なんだこのキャラは。あれでもなんか立派なワンコンボぐらいの減りをする。他のキャラの前 B 指導でも。で、3増えたいきなこですが、おー、捕まってちゃんとガードが硬かった。ビスに吸われて右投げこする。嬉しい。うまい。これがつながる。2003みたいですね。きなこのしゃがみ A が発生が激早なので、あれは挑戦ですと言っていいんじゃないですか昔からなのこれもう登場時から2フレなの2000から。おかしいです、うん、おかしい。そし
ってトボンさんのゲージがなくなるが、ここででもさすがに3対1はまずい。粘りたい。あーカラキャンズンズン進んでくる。これはやはりハイデルしかいませんよ。ただ YD さんこの状況で山撃とかもまくったりしてますからね。なるほど、つまりやはりハイデルにかけたまずドスコられて画面端ショージャンプドスコライ2番ハイ読んでまだ入る少し投げあらの勝ってる必殺の一撃をカードしてああ捉えて離さないちまちまやるのがハイデル。まあ、時間的にまだそこそこあったんで結構回復しますので。あ、キャプさん、裏クリスターハイデルですよ。え、裏クリスターハイデル、これ裏クリス有利なんじゃないですか。ボブかな。嘘でしょ。厳しいワンコンボ。体力は並んで、うわすごい。お、うまい。乗っかってしまう、これは嫌だ。抜ける、遠い。が、一撃いいですね。ちょっと状況が悪い。これはボンさんがしっかり抑えきって勝利。ラクリスの方が強キャラでした今回はね。今回は勝った人が一声ナツさん OK? ここに、トンカツさんの勝ち。先に座ったのは 1P レギュの 2P タイチ。どうしても対照戦は勝ち抜きでなく行われるわけなので2回目はアキラ対ナルトとなりますね。この初戦の試合攻撃引っ掛けて固めに入る。ユリは結構やってないとね、 K ダッシュも苦労するんじゃないかな。 K ダッシュ側はそしてやはりちょっと苦労してますね。ユリ側は K ダッシュ戦なんか多分いくらでもやってるでしょうかね。これは乗らない。つなげる。太一さんがユリで一気に仕留めていく。矢口一押しの太一さんガンガンやってます。状況的には無傷で一人。ここで壊し越してゴムをさすがに、あ、斜め B になる。レイジさんも負けではいない。白山刀で抗うがダメージはそれでも5分くらい。できたゲージを即使 う、 ここは悩むけど、まあ、使わないと倒せないので使った方がいいんではないですかね。何が正解か選べなそうなとこでしたが、さっき倒さないとね、やっぱり。同キャラはおっ負けてない、禁止でかい。一発1割の世界、ダメージが高い。ちょっと体力は追いついてきているか。しかし大地さんも最低取って、あ、危ない。飛行流し足から勝ったり、あっと飛び越し降りて投げ、リードを守りきる。そしてそのままその状況がいいので大地さんはこのまま大将に回されてもまあ怖がることはないでしょう。リングさん、キング1枚でかい。キングのコンボはこれしかない。2回目一気に対処戦に。ちょっと流れはでもレギさんに向かってきたか。先行を取るのはどっちだ。シャンフェイキングはまあ多分しゃがむと小さいのでキング的にはちょっと牽制が振りづらいか。飛び道具はあるがシャンフェイも飛びは速いのであまり悠長には構えられない。対空も飛び道具だ。あー、空中戦は互角。確かにお互い早出しキャラ。生後から、あっ、職員成功したんだが、うまい、ガッカンだない。さあ、バーサスレバーなじまないか。ようこそバーサス。しかしまあ目玉技を決めているのはどっちかというと太一さんのリードもしている。金へ止める。もうこうなるとでも、うー、投げる。生ずとして最後の勝負。D
リバハイを読んだリュウさんだったがマックス2ゲームオーバー。そして大将に座るのがアキラ対ナルト。一応先制しているこのナルト、気持ちは楽でしょうかね。ナルトさんキャラ悩んでますね。あ、アキラです。ギャルが好きです。マックス2、マックス2はもう中段下段どっちか分かんないですからね。まあそれ以前にトラップショットのスカリだったから確定でしたか。くしくも同じ構えだ。開幕引っ掛けていくのはアキラダッシュ、届かないナローに反撃を持っていく。展開が早い。ダメ端で引っ掛けていったのはナルト。先端、あ、五角の立ち上がり。ふとしたことでフルコンボが入っていきなり流れが傾くことも珍しくはない。まずは兄の消し合いに引っ掛ける。こう、これがいい当たり。まだ互角。ジャンプディナルト仕掛けてくる。はい、仕掛けてくる。ここで膝ギャラリーからはため息が走るが、あ、試合してる方には本気。死なない。さあ、死なない系ダッシュ。あー、確定。これは確定。うまいこと足払いをガードした後立ちに切り替えてリバーサルハイジャンプをやってきましたね。反撃確定。しゃがみ状態から普通できないんですが早めに切り替えることで。しかし初手の勝ってた分、このゲージ差かけて、アッパー。マスミもこれやっぱ火力高いキャラなので一気にワンサイドゲームの可能性もあるぞ。素晴らしい中段からフルコンボ、これは決まるでしょう。はいはいはい、流れ2勝で一気にアキラ落ちるか。デュエリングザケーフではこのネームレスででも持ってきた。当て身取られて怒るアキラ。そのまま流れで一気にダメージが入る。エンジン、これはゲージがでかい。前へゲージ使わせたでかい。これもラッキーヒットと言えますね。続く、あっ、見ている。結構怪しいところなんですが、前へまたも使わされる。前へ、あー、端の方に来たが端から出したくない。壁をキープ。ジャンプシーンで相手痛い。くぐる。いやー、ミスっているが後ろ向きなので当たる。さあ、前が読んだんだぞ。俺に敗北はない。で、またこの状況、こういう状況、押されているネームレス。ゲージは1だが油断はできない。似てる。この後いい張り方、すごい張り方。あれは防げませんね。でかい前、う、いい前ジャンプ。しかし4段、またも、はい、4つ。4段2回はダメ。もう死んだ方が良かった。4段2回もやった。最後分かりやすかったな、本当。分かりやすかった。芋勝利出たさ、最後。あー、勝利者インタビュー。あれ芋勝利ですね。田舎勝利、田舎勝利を見送って勝利。